じゃあこんにちは、豊さん。はい。広島の監督は誰ですか？情報また入ってる？岡田さんも。いや、まずさ、はい、そういう聞き方じゃなくて、やっぱ笹岡監督ね、本当にご苦労様でした。いろいろね、言わせてもらったりだとか、はい、まあそれが仕事なんで、解説者なんでね、いろいろあったけども、はい、だけど、なんていうのかな、選手にあったかかったな。そうですね。選手の起用法だとか、うん、印象残ってるのは遠藤に完封させてやりたいと思って、うん、ひっくり返されたゲームだとかね、はい、まあいろいろあったけども、うん、選手みんなにねチャンスを与えながら、はい、平等にね、でキャッチャーも何人もキャッチャーやらせずにどっかのポジションでね、はい、チャンスを与えたりだとか、うん、まあ本当にご苦労様でしたね。そうですね、うん、はい、3年間でした ね、はい、だけどピッチャー出身だから、はい、野手のことっていうのはあまり分かってなかったと思うんだよね、うん、やっぱまた帰ってきてほしいね、野手のことを勉強して、はい、いやこのままではやっぱりこう不本意だと思うんだよ、佐々木監督も、うん、だからもう一度勉強し直して、はい、まあ、帰ってきてほしいなというね、まだ若いですし、人がいいだけにね、はい、うん、帰ってきてほしいなと思う、ね、そうですね、はい、で、はい、やっぱりじゃあ次どなたになるのかというのがやっぱりこれもファンの中で話題になっています。まずカープはカープ出身の監督っていうのはもう前提ですか？そこは俺はそれはもうやめた方がいいと思うよ。ナンセンスだよ。はい、やっぱ優秀な人間を持ってくる。いや広島出身の人でも優秀な人ってたくさんいるけども、はい、なんかね新たな血を持ってきた方が、うん、俺はなんか刺激があっていいと思うんだよね、うん、で広島の野球ってやっぱもう昔からの伝統があって素晴らしい野球をやるチームなんだけども、うん、やっぱ現代野球にも変えていかなきゃいけないし、はい、まあ、そういった勉強をした人を呼んでやらすっていうのも一つの手だよね、うん、それで、まあ、コーチ陣は、はい、広島出身のね人たちでもいいと思うんだけども、うん、なんかねもうちょっと刺激が欲しいよね。なんかずっとそうじゃない、歴代の名選手が広島の監督をやっていく、はい、なんか刺激がないような俺は気がするな。新しい、そこに違う、だから変なことができないのよ笹岡監督でも。ここで大胆な手を打つとかさ、だから広島野球はそんなんじゃないんじゃいって言われても他から持ってきた人は、うん、いや広島野球は分かると、いやだけどこうやらないと、うん、もう他から置いていかれるよみたいな、はい、まあ、そういうことにもなりかねないんでね、うん、だからちょっと新しい刺激は俺は欲しいと思ってるんだけどね。となると例えば今名前が挙がっているのは、うん、カープの出身でもあり阪神の OB でもある新井貴浩さん、うん、いや新井なんかいいと思うよ。おー、どうですか？でも俺はね、新井はまだコーチの経験ないでしょ、はい、やっぱりね、コーチの経験やっといた方がいいわ。あ、そうなんだ、いきなり監督。俺はそう思う、うん、なんでか分かる、立浪監督が苦しんだでしょ、はい、やっぱね、コーチの経験があるとね、またちょっと違ったと思うんだよ。だから新井もコーチの経験をさせながら、はい、やっぱ次期の監督でもいいけど、うん、ちょっとあれかなと思う。 いきなりすぎる。いや、俺は人間的に大好きだし、新井なんかね、いいと思うよ、はい、だけどそれをやるんだったらいきなりじゃなくてやっぱクッションをした方がいいと思う。あ、まあ、性格にもよるけどね、はい、ということじゃあ黒田博樹さん、黒田がやるかどうですかね、うん、でもまあファンは望んでたりもしますけど、まあ、そうだな、かっこいいよな、はい、あと前田智則さんの名前も上がってます。あ、前田もいいけどね、うん、いいけど、いや監督タイプかなって思うんだよね、コーチタイプ。だからやっぱりコーチを経験してほしいよ。あとは金本さん、まあ、阪神で一回監督されてますけれども、どうでしょう、まあ、経験者としたら、はい、まあ、候補に上がってもいいよね、うんうん、あと、まあ、大野豊さん。大野さんがやらないと思う。監督、大野さん目立ちたがり屋じゃないもん。シャイなんですか？まあ、シャイというか一つこう手前にいる方がそういうことを好む人だよね。じゃあ投手コーチとかそういったポジション、投手コーチもやんないだろ、もうめんどくさいもう何もしないんですかね。いや情熱が落ちてなかったらいいよ、はい、でもね、もうあの年になったらもう好きに投げてこいみたいな、うん、思い切って腕を振ってこいって嬉しくない、慎重に行けよって言ったってできねえだろみたいなそうですね、いやさ、もう大体ね、もうそういう人たちが指揮を取った方がいいんだけどね、はい、あと吉彦さん、いや吉彦さん監督面白いと思うよ、はい、面白いと思うけど、うん、球団がさせないただ総合コーチをやらせたら、うん、抜群の才を持ってる人だ多分。ヘッドコーチ
チとかは球団側は OK？ いや、ヘッドコーチだと監督とぶつかるから、もう間違いなく吉子さん。いや、吉子さんもうね、熱い人だから、はい、でも総合コーチ、ね、うん、お前のコーチングには口で挟まないから、お前教えてくれって、うん、ね、もう最高のコーチになってる。そうなんですね。 なる確率なゼロ、はい、まあゼロではないと思うけど低い、まあ低いと思うな。あ、そうなんですね。でも野球を教えさせたり情熱をあの人が傾けた選手っていうのは必ず結果を出すから。まあ、俺は評価をしてるけど、はい、まあ、偉そうにだけど。そうか。あと高橋佳子さんが挙げてたのが翔太さんがいいんじゃないかと。あ、コーチとしては、はい、どうでしょうか。まあ首位打者取ったし盗塁を取ってるしね、はい、だからそういう意味では総合コーチというね、うん、いいかも、まあ、いいかも、うん、あとはただもう他のことやりだしたんでしょ。あ、そうなんですか、うん、なんかビジネス的な、うん、そうそう。あ、だから情熱がもうこっちにないかも。そうですね、うん、って考えると豊さんどっちか、まあ、この中からでもいいですし他の方でもいいですけど、豊さん的にどの人が一番。まあ俺でもいいけど別に。いや、山口県出身で広島の隣だし、そう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 、それだけのつながりですか。まあそれだけのつながり、それだけ大きいぞお前、地元近いっていうだけで。そうですね。で、新しい地わりゃって言葉も慣れてるってそうですね。韓国好きでした。もうお前ね、広島弁でまあやじられてみよお前。つらい。こっちの人間はなんかずさっとくるよ。来ます。うん。大丈夫。何やったんだい言うてんの、ブチとか言って。伊藤さんカープ好きだったんですもんね、小さい時。ああ、そうよ。そうですよね。だって隣の県だもん。ですよね。ってことはやっぱ縁ありますし、あの他球団の血を入れるってことでもいいですよね。うん、そうだね。で、伊藤さんもう来てますなんか。いやいや、それいい。寝た、それはいない。いや、だけど新井もいいけど、新井は人間的に素晴らしい人だし、はい、まあ、選手もついてくるよね多分、うん、これはいいとしてもやっぱ監督としての、まあ、経験とかね、はい、そういうものが一回ワンクッション置いた方がいいかなって、うん、だから黒田監督、新井ヘッド、これだったら豪華だね。いや、もう大人気ですよ。それ見たさにファンさらにまた増えますもんね。そういうわけだね。ではないですか。いや、でもすごいです。監督コーチ見に来てもしょうがないわけだ。試合を見に来る。まあそうですけど。まあだけど豪華だよな。だからそういったね、こういわゆるその豊さん世代のまた監督コーチになるのか、はたまた例えば黒田さんだったり、まあそうだな、新井さん世代の、まあ新鮮なね、はい、新鮮、まあ一回もやったことのないような人たちが来るのか、うん、それと野村みたいにね、はい、もう一回立て直しに来るのか、うん、まあこれは楽しみだけどね。そうですね。はい。はい、終わり？ロッテはやんないの？ロッテは、じゃあロッテは次回です。はい。はい。